ロッキーダダダダシャーえ、あ、ピカチュウか。35、55、40、50、50、90コロスだよ。そう、マクドナルドのハッピーセットでポケモンのやつやってたから、あ、なんか買ってきたんで開けてください。わかりました。試しじゃあ開けます。はい、最近は選べないんだね。ハッピーセットって選べたっけ？俺は子供の時は選べたイメージある。ああ、うん、もう俺ら子供じゃなくなったからそのハッピーセットの知識ないんですわな。今のはハッピーセットに追いついてない。何これ。これはどういう遊びのやつ？なあ、あ、弾く。いや、わからん。なんかこの点数の紙が出てきたじゃん。これさ、多分このこういう感じなんよね。マジでわからん。気でわからん。いやでも多分これ立てるんよ、こうやって。立ってるよ。いや立ってんだけど、あ、点数のところにピカチュウ置くらしい。はいはいはい。で、ボールを転がして倒す。ボーリング？2回で全部倒せるかな。あ、はいはい、わかった。自分で決めれるんや。ここやん。点数置くとこ。は？頭？あ、うぜ、何これ。何これ。はい、倒してください。で、こっから投げて。20点です。っていうやつっす。大人で遊ぶとこうなります。もういいっす。同じやつ出たらどうする。あ、違う、違う、よかったよ。あー、はい、これは簡単だ。これで回すじゃん、ルーレット、うん、で、ここにルーレットついてるからこれ回して、多分ここのマークが出るんだけど、え、どこ行った今。ちょ、落としたこれ。まあふっ丸三角四角が出たら同じ形の輪を同じ型の的に投げる。四角が出たから四角をこの四角に投げるってことね。うん、赤、青、緑が出たら同じ色の輪を同じ色の的に投げよう。ああ、だから青が出たらこの青を青に投げろっていうことね。じゃあ一回やってみますか。じゃあ俺、あ、やっていいっす。青、青を青に入れるらしい。投げるよね。はい、無理じゃないですか。めちゃくちゃ難易度高い、これ絶対これ無理。一回やってみるよ。はい、ちょっと四角を、四角が出たから四角を四角に入れる。だからここに、俺はこれをここに入れないとダメなんですけど、うん、無理だろこれ。むずいね。無理です。マクドナルド公式、ポケモン公式見てるか？これ無理やぞ。これ遊べんぞ、これ。入らんから。子供泣いてしまうな。